こんにちは。1分でお答えするショート Q&A です。歯石はなぜつくのですかというご質問をいただきました。歯石っていうのは、歯の裏側、特に下の前歯の裏側だとかには硬い黄色い歯石がついていたりとか、上の歯の、奥ですね、とかには、結構ついたりします。こういった歯石はじゃあなぜつくのかっていうところです。歯磨きには人それぞれに、磨き癖があり、毎日歯を磨いていてもどうしても磨き残しが、起こってしまいます。それは歯と歯の間、歯と歯茎の間などが磨きにくいからなんですけど、磨き残す部分っていうのは大体人によって決まっていますから、取り残された歯垢っていうのは時間の経過とともにバイオフィルム、これは細菌の塊ですね、これが歯周病の原因になったりするわけですけど、こういうふうになったりとか、唾液中のカルシウムをそこの部分に取り込むと、無機塩っていうのが沈着して石みたいに硬くなるんですね。これが歯石と言われています。で、特に下の前歯の裏側とかっていうのはなりやすいんですが、ここには粘液質の唾液っていうのが下の、ベロの裏側からこう排出されています。常時その粘液質の唾液がぶつかるもんですから、どうしてもそこの部分とこがネバネバっとすると、そういった時に、そこに歯石が溜まってきやすいのため、下の前歯の裏側とかっていうのは特に歯石がつきやすいとされています。そして、歯石には、空砲、穴が開いてたりとか、凹凸が無数にあるので、その上に、いわゆる歯石の上に歯垢が乗ってしまうんですね。これはまたさらに、もう一回バイオフィルムっていうものになったりしますので、それによって歯周病が、起こりやすくなったりする環境ですから、歯石を取ることでそういった足がかりをなくせば歯垢が乗りにくい。そのために、できるだけ歯石を取りましょうというお話を我々は、患者さんにしています。本日は以上です。